渦があるとこになんか生き物いそうだよね。渦がある、ここなんかいるんじゃね。なんかいきなりカエルみたいな、なんかいる。え、いきなりカエルが、農薬でやられてるか、これ死んでるな。何があった。あ、なんか、あ、カエルがすごい、うわ、カエルだらけ、カエルだらけ。なんか生き物いねえか。あ、これドブさらいしとるわ、ここ。あ、なんかカエルがいっぱい、カエル、カエルいっぱいおるわ。歩くと、逃げられる。歩くとカエルが、通った通った、カエル、カエル、殿様、殿様、だるま、だるま。よし、よし、うわ、逃げられた、逃げられた、逃げられた。やーべえ、カエルがいた。トンボがいる、トンボが飛んでる。なんかいねえか。あ、カエルおった。よし、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 逃げる、チャージ、捕まえた、捕まえた。東京名古屋だるまガエル捕獲、一匹捕獲。東京名古屋だるまガエルだ。これは絶滅危惧種かな。おるな、これ。東京名古屋だるまガエルだ。いるぞ。逃げ足早いな。手で捕まえた方が早いかも。ほら、東京名古屋だるまガエル、絶滅が危惧されてんじゃねえか、これ。うわ、逃がしてあげよう。いろんな生き物いるな。おお、めちゃめちゃおる、めちゃめちゃおる。うわ、取った取った取った。いや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 、カエルの方怖いん、ここ。東京名古屋水島シガエルか、これ。これやったぞ、綺麗なカエル。うわ、逃げちゃう、逃げちゃう。こうしとこう。またいる、声入った。進行方向にやればいいんだ。また捕獲だね。どん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 、あ、まだおる、まだおる、まだおる。これカエルの隠れ家になってんかな、ここ。あ、逃げた、逃げた。よっしゃ、ええ、うわうわ、こっから逃げてく。こっから逃げてく。まあいいや、逃がそう。すごいな、カエル。なんかいるんじゃない、ここ。お、これはヤゴ、ヤゴの幼虫の抜け殻。水があるとなんだかんだ生き物が発生してくる、そういうことだね。うわ、モリアオガエル発見、絶滅危惧種。モリアオガエル、どこにいるかわかる。モリアオ、モリアオ、どこにいるかわかる。
あれこれ土ガエルか。え、これ何ガエル？土ガエル森やおこれ。うおおおびっくりした。これ土ガエルか。森やおガエルか。ちょっと非常に擬態してましたね。こんなところに。カエルがいっぱいいる。またいる。ほら。ね。カエル。逃げてるね。見えるかな、みんな。拡大してみるよ。ほら。カエル。いや、早速子供がね、このたわみを貸してくれっつって今ね子供が寄ってきました。俺も取るって。まあ一応観察だけして逃がしますけどね今日は。今の人救いでも、ね、何もいないように思って俺こうやってヤゴがいるんですよ。これねヤゴの幼虫。何もいないように見えてしっかりいますね。うおーでかいのがいた。はい、これね、塩辛トンボですね。いや、水生昆虫の観察って本当癒されるから僕好きなんよ。本当に生きてることと生かされてることに感謝だね。まあ、僕たちはあのね、子供たち、世界中の大人たちにやっぱ夢と希望を与えるっていうチャンネルなんで、今こうやって生かされてること、ヤゴが生きてるってことに感謝ですね。感謝感謝シャ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 。あ、こりゃ可愛いな。だって水があって、まあ、淀みがあると、まあ、何らかの生き物がね潜む傾向にありますね。流れが速いとこにはあんまりいない傾向。なんか取れてんじゃない？ほら、ヤゴだらけだ。ね、小さなヤゴが。見えるかな？いっぱいいるね、ほら。こういうヤゴが、ずーっと住んでますね、生き物が。ヘビとかいることあるから。おー、カエルカエルカエル。名古屋東京だるまガエルですね。ほら、でっかいの取れたよ、ね、水生昆虫に感謝、生かされてることに感謝ですね。痛い痛い、噛まれた噛まれた、痛い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 、噛むんですねこいつら、痛いっす。ああ感謝感謝。ああ、ガサガサできることに感謝ですね。ああ感謝感謝。シャ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 。ヘビとかいるから、ヘビがいたらシャレならんやな。ヘビはいないか、大丈夫か。奥に何かあるな。ここなんかいるんじゃね。結構深いな。何もいないな。ちょっとこれね、市役所の方がドブさらいしてますね。普段ここヘドロが20センチぐらい溜まってたんですよ、さっきのとこも。でヘドロが20センチ溜まってて、その20センチの溜まったヘドロの中にアカハライモリが大量にいたんですね。で、おそらくドブさらいだっつって、そのヘドロ取っちゃったもんだから丸ごとアカハライモリがいなくなってますね。ちょっとこれ役所に言いに行かなあかんな、これさすがに。ドブさらいはいいんだけど、
ドブも必要なんですよ。困ったな。まあバランスの問題なんですけどね。役所の人ちょっとどうなってる？例えばここですね。まあ僕は観察だけして逃がすんですけど、例年ですね、ここは10センチ以上のドブがあったんですよ。でそのドブのヘドロの中にバクテリアとか生き物が隠れてて、ヤゴとかね。でそこにまあここだけに赤らイボリが50匹ぐらい群れになっていたんですね。だからせっかくのドブっていう堆肥ですね、まあそれを掃除すればいいってもんでもないです。まあ役所の方にその自然観察のね、ことをちょっとまあちょっと説教がましくなりましたけど、いやーやっぱり自然っていいな。ああ自然が作るこの広大なね、あの先の山越えたらヒグマいますよ、クマが。あれ山越えたらクマが住んでるから、これ以上奥行かない。クマがいるから入るな言われとるけ。ようこの辺からクマがねたまにバー出てくるのよ。で僕ら慣れてるから来たらバーン、クマが来たらダーンってぶっ飛ばしちゃう。普通の子供じゃ食べられちゃう。危ないぞ、この辺クマよう出るから気をつけな。みんなクマとかがああいう木の間におるんだよ。毎年見るで、ああいう山の奥からクマがダーン来るから、いきなり襲いかってくるから。クマはダーン来たら逃げてうぐれ言うて2500